あれはつい先日のことだ。その日は昼間からじっとりと蒸し暑く、呼吸をしているだけでも汗が毛穴から吹き出すような、そんな真夏日のこと。夜になっても暑苦しさは消えず、網戸にしていても湿気を含んだ生暖かい風が吹き込んでくるだけで、まるで涼しくならない。おととい部屋の空調が壊れてしまい、業者に電話したのだが、お盆休みに入ってしまうため修理には伺えないと、にべもなく断られてしまった。ベッドの上で何十回目かわからない寝返りを打つ。疲れているはずなのに暑くて眠れない。苛立ちを覚えたが、どうすることもできない。小さく舌打ちし、タオルケットを蹴り上げた。もういい、私なんてどうなってもいいんだから、ついてこないでよ。網戸の方から女の声がした。うっすら目を開けたが、起き上がるのも面倒だ。私はそのままベッドに横たわっていた。女は甲高い声を張り上げてまくし立てる。タクは私のこと嫌いなんだ。へえ、そうなんだ。わかった、わかりました。私はタクがいないと生きていけないけれど、タクは違うんだ。私がいなくても大丈夫なんだ。へえ、そう、よくわかりました。今まで散々世話になってきた私のこと、そうやって見捨てるんだ。女は卑屈なセリフを早口で喋っていた。血は喧嘩のもつれだろうか。酔っ払っているのか、あるいはシラフなのかはわからないが、それにしたって真夜中に騒ぐのはいただけない。近所迷惑なバカップルだなと思いつつ、この痴話喧嘩の終焉に少しばかり興味が出てきたので聞き耳を立てた。自分でも自覚しているが、趣味が悪いことこの上ない。女はすぐ近くで誰かが聞き耳を立てているなんて想像もしていないのだろう。さらに大きな声でまくし立てた。は？何言ってんの今さら。あんたの借金誰が返済してやったと思ってるの？そんな口を聞いていいと思ってるのね。何様のつもり？なんならお金返してもらうよ。今すぐこの場で耳揃えて返しなさいよ。女の言い分から察するに、お金が絡んできているのだろう。男の方が随分な借金をしていて、女が工面して肩代わりしてやったと、そういうことだろうか。それをいいことに、女は男を尻に敷いているのか、自分と別れないよう言いくるめているのか、大まかな筋書きはそんなところだろう。普通というか、よくあるような内容に次第に興味を失っていく。わかる？私にはタクが必要なように、タクには私が必要なんだよ。タクに捨てられたら自殺するからね。これ脅しじゃないよ。本当に死んじゃうよ。死ぬ前に友達や家族に一斉送信するからね。タクのせいで死ぬ羽目になりましたって。タクが私にしてきたことを洗いざらいぶちまけるからね。本当だよ。いいの？私が死んじゃってもいい？そしたら困るのはタクだよ。女は脅迫めいたことを言い出した。こういうことを言い出すやつに限ってなかなか死なないんだよな。言ってみたがりなんだよな。女の幼稚さに呆れて失笑が漏れた。ねえ、聞いてるの？私の言うことちゃんと聞いてるの？タック。女はだんだんと苛立ってきたのか、トゲがある声。そういえば先ほどから盗み聞きしているが、女の声しか聞こえないのはなぜなのだろう。男の声は一切聞いていない。あれだけ大きな声でまくし立てられているのだから、反論するなりいさめるなりすればいいのに。ここは住宅街、アパートが多く隣接している。そんな場所で夜中に大声を上げて喋り倒す連れがいれば、誰だってなんとか黙らせようとやっ気になるだろうに。そんな風に静止させようとする声すら聞こえないのだ。
いや、そもそも男は本当にいるのだろうか。女の自作自演な気がしてきた。酔っ払っているのか、もしくは注目されたいのか、あるいは変な薬でもやっていて幻覚を見ているのか、そのどれかだろう。まったく旗迷惑な。そう考えた私は、これ以上聞き耳を立てるのをやめ、目を閉じた。え？ちょっと何を、その目怖いんだけど。女の声が震えている。明らかに声のトーンがさっきとは違った。ちょっと何なの？もしかして怒ってるの？だって本当のことじゃん。タクが借金したのがいけないんじゃん。私のおかげで借金は返済できたんでしょ？私タクの恩人だよ。ねえ、その目やめてよ、怖いから。睨まないで。ね、落ち着いてよ。わかったから、睨まないで。こっち来ないでよ。ねえ、やめて。言い過ぎたなら謝るから。ごめんね、ごめんなさい。ほら、謝ったじゃん。ねえ、来ないでよね。切れたの？怖いからやめて。こっち来ないで。近づかないでよね。謝ってるじゃんか。怖いからやめてよ。ねえ、怖い、来ないでよ。やだ、あっち行ってよ。やだ、やめて。雲行きが怪しくなってきた。女の声は震えていて演技ではなさそうだ。このままだと女が危ないかもしれない。窓から外の様子を確かめた方がいいのかもしれない。だけれど関わり合いになるのも怖い。少し迷ったが、知らぬ存ぜぬを決め込んだ。女はいよいよ泣き声になっていた。やめてよ、来ないで。その目やだ、怖い。来ないで、こっちに来ないで、来ないでよ。あっ。車のエンジンがかかる音にかき消され、女の声は聞こえなくなった。やがて大きな轟音を残し、車が走り去る音がした。私は固く目をつむり、体を縮こませた。いつの間にか背中の汗は冷や汗に変わっていた。そして今日、先日からのうだるような暑さは夜になっても抜けず、また寝苦しい夜が始まる。ベッドの上で幾度目かになる寝返りを打ちながら、私はつい先日のことを思い出した。あの女、あれからどうなったのだろう。深く考えないようにしていたが、こうして脳裏に思い浮かべてしまう。女の会話からして男の車で連れ去られたのだろうか。その後どうなったのだろう。口喧嘩くらいで済めばいいのだが、女の怯え方は尋常ではなかった気がする。大丈夫かな。ぼそりと独り言をつぶやく。大丈夫じゃないよ。誰かが耳元でささやいた。